めっちゃ口のでかい男とは、皆さんの使用しているスキンは、口全然大きくないですよね。いやわかんないよ。霊夢みたいに口大きいスキン持っている人いるかもしれにゃん。それはバカにしてるのかすらわからん。まあ今回の人物の男はスティーブが関係しているのですが、今までのスティーブ皆さん覚えていますか？わかる数だけコメント欄にて書いてね。そしてこちらが、ナナです。彼は元スキンはスティーブみたいですが、口の下からは普通ではないですね。なんかバイオハザードに出てきそう。確かにわからんことないかも。ゾンビっぽく見えるね。彼は他にも目が黒くなっていたり奇妙な点が多いですね。彼は何をしてきたのでしょうか？彼はある日土地にて出現した口でカキモ男だ。せめて名前くらい呼んでやれ。発見者 A はいつものようにマイクラをプレイしていたのだ。そして、A はランダムシード地でワールドを作成してプレイしていた。そのシード地ってわかるのか？彼と出会ったワールドのシードも7だったのだよ。そして、プレイしていた時刻は深夜の3時あたりだった。もうそろそろ朝やん。ワールドには盾覚えのない石の十字架と普通の村人。夜になってしまい寝ることにした。しかし、その十字架も村人もなくなる。そこに彼が出現するのだ。彼はチャットにて101万、101と数字を並べるとワールドの全てが黒くなる。でもそれは夢だったそうですね。え、なんなんそれ。